合鍵を作った方がいいでしょう。合鍵にどうしても抵抗があるなら、二人の仲もそろそろ潮時ですね。女は場所、いいですね。お前もうち欲しがったもんな。遅くまでありがとうございました。お待たせしちゃってごめんなさいね。とんでもないです。来週もよろしくね。ただいまお茶を、はい、まるで秘書だね。タモコの、これからあの子に食べさせてもらうんだもん。返金だけじゃね。あ、ただいま。お疲れ様でした。お、はい、お帰り。お帰り。みーちゃん、何の匂い？焼肉か。スカートにキムチこぼしちゃって。え、ああスカート、うわあ、何これ、こんなにキムチそのままにして。そんな騒ぎなさんのお客さんの前で。取れないわよ。すいません、どうも。ああ、すごいわ。ほら、すぐに取らなきゃこういうの取れないの。仕事行かなくていいんだからもう少しゆっくり寝てればいいのに。年寄り扱いすんな。年寄りだから朝早いのよ。おはよう。あ、おはよう。早いわね。ご飯食べる？うん、みーちゃんにお願いがあるの。あ、それで早起きしたのか。うん。何？ナオさんに電話してほしいの。え、なんでカズミが？あの人結婚式とか恥ずかしいからいいって言うのよ。でもそれってけじめをつけなきゃいかん。でしょ。あ、なんならお父さんから言ってやろうか。そういうふうに角立てないで。お前はいいのか、なし崩しで。お父さんとお母さんと喧嘩してどうすんのよ。だからみーちゃんにうちの目黒が10円でやってくれませんかって言ってほしいのよ。そしたら私の成績にもなるし、いろいろ便宜も図れるしって。私が言うの？だってあの人は私の言うこと聞かないんだもん。このままだと絶対結婚式しないっていうことになると。じゃあそりゃいかんぞ。いかん。ねえ、身内だとかなりの割引があるんだよね。うん、50% オフ。そういう問題じゃないだろう。けじめの問題だよ。お金だって大事な決め手でしょ。ね、みーちゃんお願い。お姉ちゃんの一生のお願い。おい、かすみ、これもな、仕事のうちだ。さあさあ。ちょっと待ってよ、こんな朝っぺらから変だよ。お姉ちゃんが話してからでもいいじゃん、やめてよ。お姉ちゃんと話して、みーちゃんの自主的なお願いじゃなきゃダメなの。かすみ、もしもし。もしもし。あの、朝早くからすいません。江沢智子の妹のかすみですけど。ね、どうし、ね。え、おはようございます。な、なに。あの、突然こんなことをお願いするの悪いんですけど、6月ですよね、お式、それと披露宴。いや別にね、まだ6月と決めたわけでないの。うん、姉は一応そう言ってるんですけど。え、ああ、そう、そうですか。それであの、私目黒雅叙園に勤めているんですけど、ぜひこちらでお式、それとご披露宴やっていただけないかと思いまして。上手上手。智子さんが、目黒雅叙園でやりたいって言ってるんですか。いえ、私もそうしていただけたら嬉しいなって、今父と母とも話をしていて、朝っぱらから失礼かと思ったんですけど。
はあ、はあ、え。ほら、ほら、ほら。身内だと 50% オフになるんです。ちょっと、トコさんに、代わって いただけますか？はい。お姉ちゃんが代わって。もしもし？ちょっと、どうしたの？かすみがどうしてもって言うからごめんね。式をしたくないとかいうナオさんの気持ちもわかるけど、かすみの顔も立ててあげたいなって思って。うん、結婚式のことはわかったよ。妹さんの顔が立つならそうしようか。ありがとう。だけどね、これからのことはね、どこで暮らすかも含めてさ、二人でよく話し合ってから決めようね。はい、本当にありがとう。かすみに代わるね。いや、いいって。もういいよ。ありがとうございました。厚かましいお願い聞いていただいてすいません。失礼します。ありがとう。私も行かなきゃ、うん、ごちそうさま。はい、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。私も朝ごはんいただこうかな。お母さん、ここにも書いてあるよ、ほら。今の世の中欠けてるのは礼儀とけじめですってな。よかったよかった。OK です。ご来賓ご案内します。新郎新婦とご両親並んでもらわなきゃダメでしょ。 あそうでした。あ、ちょっと廊下は走らない。すいません。江沢さん、予約課の支配人から婚礼打ち合わせ席にすぐ来るようにって。今ですか？そう。ほら、早く行きなさい。はい。ね、知ってた？あの子のお姉さんってほらSS とのいつもとも子だって。しなくたっていいのに。義理の兄と妹になるんでしょ。でもここ一応仕事場だし。そうですよね。何をはしゃいでる。だって嬉しいんだもん。で、日にちの話でしたよね。はい、この日は仏滅ですので、まだ一組のご予約も入っておりません。別滅でもいい？ザーザーしてない方がいいもんね。うん、もう君が良ければいいよ。これとこっちだったらどっちがいいかな。ん？ウェディングドレス作らないんですか？一緒に一回しか着ないのに何百万かけて作るのはもったいないって。そういうとこ堅実なんですよね、うちのはね。
お似合いですよ。こういう華やかなデザインを着こなせるご神父様はなかなかいらっしゃらないんですよ。綺麗。どう、奈緒さん。綺麗。奈緒さん、ねえねえ。こっちのシンプルなのもいいと思ったんだけど、こっちの方がいいかな、やっぱり。そうだね。じゃあこれに決めた。あの俺3時にクライアントがあるから。あ、私も3時半から一本インタビューがあるの。え、どこ？表参道。じゃあ渡してく。なんだか着替えるのもったいないみたい。ありがとうございました。すいません、遅くなりました。あ、よかった。もうすぐお色直し、ご神父様誘導よろしく。十歩下から。はい、わかりました。ご神父様だけ様相から教わる。よし、ここで10分取り戻そう。あ、コキ。はい。長引いてますね、東堂先生。いいんじゃないの、その分いただけば。お、真鍋君、瀬野君もいいよ。はい、東堂先生、さっきすごく顔色悪かったんですよ、外から戻って見えた時。それと長引いてることは関係ないんだよね。ちょっと心配だったから行ってみただけです。もうあやちゃんはあれだな、東堂君の心配ばっかしてんだもんな。所長、こういう方がカウンセラーなのってなんかおかしくありません？おかしいからおかしい人の心もわかるのよ。ちゃんと心理。じゃあお先に失礼します。お疲れ。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様。あ、会計。やっぱあれですね、企業のトップって難しいですね。いや、所長の言う通り何でもありとするじゃないですか。そうするとやっぱり会社潰して自らもクビになって、で社員も路頭に迷わして、それでさっぱりするしかないっていう方向になっちゃうんですよ、どうしても。痛みの時代だからな。東堂君、本当に顔色悪いね。いや、そう言われるとね、もっと悪くなるんだけど。あ、トドちゃん悩んどんな。え、自分がな、うまくいかなかったと思っても相手が面接に来るってことは必要とされてるってことだぞ。そうっすかね。お、まあプライベートも仕事も無理しないで。桃太郎ですよ。桃太郎、うん、桃太郎の桃のように流されていけば、やがてその桃は誰かが拾って誰かが割ってくれます。桃太郎ですか。先生。おお、驚いちゃったっすよ、電話もらっちゃって。なんかね、お前と話がしたくなったの。どうかしたんすか。うん、どうしたのかね。まあいいじゃん、座れ座れ。あ、そうっすか、怖いっす。あれ何飲む。あ、ビール。ビール、もう違うもん飲みなさい。いや、ちょっと喉渇いてるもんで。あ、そう。すみません、ビールください。かしこまりました。あ、おしゃれなとこで飲むんすね。おしゃれか。おしゃれでしょ、やっぱ普通だろうな。じゃあ君、ああ、奈緒ちゃんところのカウンセリング受けに行こうかな。どうしたのよ。会社さ、辞めようと思ってんだよね、俺。びっくりマンモス。出たよ、マンモス。出たよ。だってまだ研修期間中じゃないの。にょか、きんぴら。はいよ。ちょっときんぴらどころじゃないでしょ。だって食べたいんだもん、ほら、繊維とないとさ。ああ。ねえねえ、何があったの。だってさ、このまんま営業に配属されたら俺自信ないもん。契約取れたんだってさ、身内とさ、餌だけじゃん。もう頭下げすぎて腰痛くなっちゃったよ。バーカ、ビールケース担いだってな、腰痛になるんだよ。甘えるんじゃねえよ。あんねん、居酒屋のボンボンには分かんねえよ。お前よく言うよな、俺が就職できなかったって散々バカにしたくせによ。整体の先生紹介してやるよ。あんねん、お前には紹介されたくないね。ねえ千春。
私生体の先生なんか知らないわ。はい、きんぴら一丁。あ、でも学校の先生とかいいよね。休み多いしさ、人に頭下げなくていいしさ。でも先生も大変みたいよ、いろいろ。伊庭と付き合ってね、やっぱり。ぼちぼちね。ぼちぼち。それってポンポンした？ハマポンじゃないんだから。何打ち張るまで。ポンポンしようぜ。バカ。なんで牙いねえんだよ今日。あいつこういう大事な時にいないんだよね。